お疲れ様です。サナヨガンです。さあ、今回ですけれども、まずね、これはちょっともうノー編集でいきたいと思います。なぜならば、アクアドリミコンサートで、今日がね、12時、今もうあれですよ、よいしょはい、こんな感じですね。はい、もう当日ですよね。デイワン当日の1時55分なんですけども、これからね、準備してね、もう早速車で行かないといけないんですよ。なのでちょっとね、そう、こちら準備をねしていく動画なので、はいはい、そういう動画です。すいませんね。なのでもうぶっちゃけ、なんでもない動画ですね、これは。はい。まあまあね、年末くらいね、こういうゆるいというか、なんか、もう何もない動画もね、いいんじゃないかと。うん。お願いします。っていうことで。ね、まずね、この手袋とね、頭、もう絶対寒いんで。しかもね、今回ね、もうなんと言ってもガチャね、もう受け取りじゃないんで、もうガチャガチャになっちゃったんで、もうだいぶ並ばないといけないということで、もうここら辺は必須ですよね。どこがね、ちゃんと確認ですね。赤ちゃんドリーミーコンサートね、こちらとりあえず持っていくんですけども、ドリーミーコンサートのね、ライトを、ブレード買うの忘れちゃったんですよね、単純に。で、事前受け取りのあれもやってないんで、この正直一応買おうと思ってるんですけど、ワンちゃん買えないんで、まあね、一応3本。まあね、あんちゃんも言ってますからね。とりあえず3本がね、うん、普通だと言ってたんでね。とりあえず3本ね。本当はね、ドリーミーコンサートね、ドリーミーコンサートはドリーミーコンサートで使って、で、カウントダウンライブに、各ね、ユニット、カウントダウンライブに、まあ実質リーラちゃんのブレードないんで、ブレード、リーラちゃん用にと、ニジちゃん用ね。それと、まあ、個人的にはまあ、ドームツアー、アクアちゃん、これがいいかなっていう感じで、カウントダウンはね、この3つで行こうと思ってるんで、それならね、ちょっと、ドリーミーコンサートはドリーミーコンサートでね、やりたいんですけど、ワンチャン買えないよねっていう状況ですね。はい、そして、この、ちゃんとね、袋に、はい、入ってますよ。はい。もう、電池ね、電池は大事よ。電池と、あとね、もう、くるくる。もう、一円玉ね、これで、飽きる感じで、入れてます。これで、ブレード。まあ、正直ね、チケットとブレードさえあればいいから。はい。まあ、今回ね、チケット、スマホなんで、スマホさえ持ってきゃ大丈夫。スマホと、まあ、お金もね。はい。まあ、お金はぶっちゃけなくてもいいんですけどね。スマホで、ワンチャン生きるっちゃ生きるんで。ブレードでしょ。こちらね、ブロマイドね。ブロマイドを来たらね、ここに入れて、っていう感じで。ブロマイド袋ですね。で、こちらね、もう、チョコノッコ、もう、あれですよ、荷物の重さなんか関係ないですよ、車で行くんで。はい、ちょっと皆さんもう、申し訳ないんですけど、ここにね、チョコノッコ、ニジちゃん軍団と、アッツエリア組とプラスマリちゃんの入れてます。はい。もう、ここら辺は全く考えてないです。もう、使ったらいいかなぐらいで。まあ、もう持ってかないで後悔するよりね、持って行って後悔の方がいいんで。はい。もうクソ重いっすよ。もうクソ重いっすよ。こちらね、トラベルバッグね。こんな感じ。まあまあまあね、一応、道中のね、GoPro さんね、GoPro さんと、まあこいつね、こいつのカメラ持っていくんですけど、まあ使うかどうかはね、別なんですけどね。うん、まあ持ってかない後悔より持っていく後悔なんで。はい、スマホと、お金ね。で、あとは、これ。はい。あとこれ大事。ですね。データ移動ですね。パソコンのデータ移動ですね。まあ、なんで、ですね。充電、もう、モバイル電池と、まあ、充電系、電子機器系はここですね。結構ね、このフットレストの、アセリアのね、フットレストの袋なんですけど。これ結構ね、使いやすいっていうね、大きさ的に。はい。もうね、全然使ったことないですよ。はい。まあ、よくあるね。この、双眼鏡ってやつよ。使うにはなんかね、もう、
使うタイミングなっていう、てか、なんだろう。別に使わなくてもいいやってなっちゃうんですよね、現地行っちゃうと。うん。まあ一応持っていくんですけどね。で、マジで、マジでこう荷物よ、これ。お母さんも絶対、もうマジでね、もう大体使わないですけど、まあ、今回はちょっと、1日だけホテルに、泊まるんで、その時にね、30日の夜、泊まれるんで、そこでね、ちょっと、なんか、まあ、編集か、動画なんか撮ってね、もう上げれればと思ってるんで、一応持ってきます。はい、重いです。もうこれ持ち出すようじゃないんでね、クソ重いですよ。とりあえず、もうね、とりあえずもう、こうマウントケースよね、もう車の吸盤、もうそれかまあ、ゴリラポットさん、まあ、これ辺、まあ、とりあえずね、とりあえず使うかどうかは置いといて、もう持ってきますね。ああ、ここにね、入んないんだよね。入るっちゃ入るよ。超怖いね。これ、ね、やっぱ、一個しか入んないんだな。こうなっちゃうな。まあ、こうかな。車載用っちゃ車載用なんで。はい。あと、一応ね、ハードディスク一応。ハードディスクはどうすかな？あっちか。ハードディスクはこっちで。結構今回は大事ですよ。このね、ダイヤじゃん。俺結構あれですよ。今回。3万円かな、とりあえず3万円分の、500円玉両替してきたんで、ガチャガチャね、もうなんかいまいち仕様わかんないんで、もうどういう両替とかもいまいちわかんないんで、とりあえず500円玉用意しました。はい。意外にね、このダイヤちゃん思ったより便利です。これはもう小銭入れとして使うなら完璧ですね。もうマジでいい。うん、これだって3万円入ってこれ結構余裕ですよ。これは小銭入れとしてぜひおすすめしたい。ぜひお買い求めください。まあ、正直あれなんですよ。これの紹介する動画、裏の星女学院購買部ネットショッピングのパロリーでちょっと作るんですけど、いや作ろうと思ってるんですけど、ね、タイミングがね、もう、時間がね、ワンチャン明日、今日、だから30日の、ホテルでちょっと動画撮ってワンチャンこれの紹介するパロディ動画上がるかもしれないですけど、まあそんな暇あんのかって話ですけどね。はい、一応、はい、これはいいですよっていう感じです。で、もうあとあれですね、今回それこそあれですよね、今週の月曜ね、メガウェーブですね、閉店するん、もう年内で閉店するんで行ってきたんですよね、見納めに。で、一回も行ったことなかったんで。で、その時に、まあ、2時、お台場ゲーマーズに寄ってきたんですけど、ね、これ、虹がこう、だね、ここら辺は、もう知ってるんですけど、買えなかったんで、まあ、全然良かったんですけど、まさか、いや、リバースのね、出てたんですね。リバースのウォーターあるとは思ってなかったんで、これは、もういいですね。やっぱかっこいいですよね。ということで、今回ね、こちら、もう水、飲み物はこちらで、はい。行く感じです。重い。で、これね、箱、空箱、まあ、そば持ってったところでね、お湯とかね、茹でらんないんで、一応箱だけ持ってってね、なんか、まあまあ、写真ね、うん、年越しの写真ぐらいは、これワンチャン撮るかなっていう感じで、一応持ってきます。まあ、わかんないですよね。そして、これもね、ああ。これもね、ぶっちゃけもう、もちろんライブで使う気は全くないんですけど、まあね、もうライブ、
前とか後、ね、記念写真、うん、ライブの、なんだ、MM?、ピアーリーナ MM のね、後ろに、これと一緒に撮るっていうのは、してもいいかなっていうのはあるんで、一応持ってきます。あともうね、これはもう、大袋、こちらの方がね、はい、もうライブ T シャツですね。もう、とりあえず当て T3 枚とね、もう私の唯一のフルグラ T、未来の僕らは知ってるよのダイヤちゃん。これはね、アクアドリミコンサート着ようかなって感じですね。うん、カウントダウンは普通の、まあ、当て T かなって感じなんですけど、はい。あとは下着系ですね。これ直でもう車にぶち込みます。これはマジでもう本当に持っていくんだって感じ。こうね、もうサスケとね、シャンドンね。いやでもね、せっかく家にいるとさ、ね、持ってきたくなっちゃうやん。てか、こういう時にね、使わないといつ使うのって感じなんですよ。だけどね、使うかと言われたら、でも持っていかない後悔で持っていく後悔なんで。もうそれはね、こういうね、もう、これをね、うん、使うかって言われたらあれなんですよね。まあでも、これはね、これをね。まあ、まだ、ここら辺ね、クマベルデちゃんもいますよって感じなんですけど、はい、ここら辺はね、マジで、ほんとあれですよ。もう、正直もう絶対使わねえだろっていうやつらですけども。まあね、どうせ車なんで、はい。持っていくっていう感じですね。まあ、あとは、こいつの脚立か。脚立も使わないんだけどね、一応持っていく感じですね。あとガムテープ欲しいね。うん、ガムテープは普通に欲しいね。あとは、ああ、そっか、これ、単純に、30日、ドリコン2日目は、配信で、ホテルで見る予定なので、まあ、その時ね、見てる時にちょっとメモしながらっていう感じなんで、これで。やっぱね、手で書くと、いいなっていう、やっぱりな、やっぱデータでね、Excel とかでやってもいいんですけど、やっぱ、手書きは、なんだろうね、なんか手書きの方がいいです。うん、あとは、まあね、とりあえず服装ね。まあ、カウントダウンはね、まあ、アゼティ、別のアゼティと、これかな?これで応援する感じかな?だから、ブレード、あ、危ね、忘れた、これ忘れた。ブレードにこのスミレちゃんつけて、スミレちゃんアピールしつつ、これでエマちゃんアピールしつつ、アゼティで、アゼリア、PR を、そういうね、やっていく感じですね。まあ、アゼティはこれも今日着てるんであれなんですけど、着ないんですけど。はい、そんな感じで。あ、これ危ないね。あとは、ああ、まずいよね。あとは、メガネあるし、正直ね、こんな荷物、大荷物で行く人いないと思いますけどね。これも絶対に使わねえんだよな。あー、タスカもなんかね、使わないですけどね、一応。音声。こんなのね、なんかもう宝の持ち腐れって感じなんですよね。まあ、一応。
どうでもいい、イヤホンを持っていかないとね。トモが、イヤホンどうすかな。でも、イヤホン、やっぱヘッドホンのがいいよな。ケースだけあるよ、ね、これね、初めて買ったヘッドホンなんですけど、もう残念ながらね、もうここねパキっちゃってもうあれなんですよね。いや好きなんですよねこれ。ここに入るかな、はい、入る、さすがに入ると思うけど、結構バカみたいに持ってってから缶バッチ、缶バッチもな、別にあれだしな。ティッシュもあるし、あ、こいつの充電か。大丈夫かな。もう大体ね、そう、行くまでがね、何か忘れてないか怖いんですよね。どうせもう大丈夫だと思うんですけどね。もうお金と財布、スマホ、チケット、あ、財布、スマホ、ブレードさえあればいいんで、最悪ね。大丈夫かな。大丈夫っぽいね。よし、では。行ってきます。